この動画ね、全部でどのくらい見られてるかっていうとね、なんとね、4億7700万回以上見られてるんですよ。多分これが最高なのかな、ちょっとわからないけども。ということは、これを作った方はね、4、5000万稼いじゃってるわけですよ。この1本の動画で。ちょっとすごいと思いません？で、もう一つ見てみたいんですけどね。これね、双子の赤ん坊がね、タタ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 って言ってんのね。たった2分間のビデオですよ。これ普通の人が多分スマートフォンかなんかで撮ったビデオだと思うんですけど、これがですね、1億2500万回以上。1億ですよ。1億2500万回以上再生されてるんですよ。すっごいですよね。ということはこの方はね、1200万前後のこの1本の動画で収入があったってことですね。これはすごいですね。こんな非常に簡単な動画をただアップするだけで、そんなに稼げちゃう。それが YouTube ですよね。これは YouTube の極意だと思うんですけども。ではもう一本行ってみましょう。これ怒ってる猫のね、動画なんですよ。これわずかね、30秒全部で。30秒しかない、こんな簡単な動画。これがですよ、8800万回以上再生されてる。ということは、だいたい800万以上は稼いでるかもしれないね。まあそんな感じだと思うんですね。たった30秒のこの動画をアップしただけですよ。これはね、これ全くの素人でしょ？ね、プロじゃないですよ。その辺のスマートフォンかなんかで簡単に撮ったやつですよね。こんなんでこんな言っちゃうんですよ。これはすごい。まあ、最初のね、音楽作るのは難しいけども、赤ん坊のやつだとか、この猫のやつだとかね、こういうのはものすごい簡単だと思うんですよね。皆さんもですね、ぜひやってみたらいいんじゃないかなって思いますよ。お金も技術も機材もない中高生でも、パソコン1台でサラリーマンの収入を超える時代、それが YouTube です。大人のあなたはどう思いますか？ YouTube で稼ぐ方法、比較ランキング。今すぐチェックしてください。